連合軍はラッキとの激戦を制し、浅井長政らを仲間とした。だがオリンポスの英雄ペルセウスの身柄を奪われてしまう。ラッキがペルセウスを奪った理由は不明であった。アレスらの命令なのか、彼女の意思なのか、それともオロチにつながる何かがあるのか。仲間を失い意気消沈する連合軍のもとに、新たな英雄が異界に現れたとの報告が届く。連合軍はアレスらに先んじて戦力を増やすべく出陣した。くっ、すでに神の軍勢が。ナタ殿の言う通り、彼らも新たな英雄の存在を嗅ぎつけていたか。ほう、覚えのある旗印よな。サル、世の邪魔をするか。てことは殿もあっちにいそうですな。感動的な再会となればいいんですが。主と戦うことになるんですね。お辛くはないですか？それともまさか派手に寝返る気か？おっと、誤解しないでください。ひとまず顔を見たいって話です。あのお方は何でも表情に出じまいますから。うん、随分と理解しているのだな。いい進化を得られて主君は幸せ者だ。まあその分気苦労も多いですがね。さあ、おしゃべりはこの辺にして、新たなお仲間ってやつを救いに行きましょう。敵を率いるはサル。この戦、世が預かる。まずは敵のゴツネを蹂躙してくれよ。趙雲殿、救援に来てくださったのですか？私は自力で抜け出しましたが、まだお二人は。わしに任せ。上位、無事でよかった。残る二人も必ずや救い出してみせよう。私で良いの？どうも嫌な予感がするの。清正、正則、慎重に行くんじゃ。よっしゃー、敵将二人、この男福島が下ってやるぜ。あのバカ、後ろから敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいいな。知らぬ土地でいきなり囲まれようと。ややこうかしょう。やすやすと屈伸せんぞ。そうだ、戦う降伏しない。急がねば、二人が敵の手に落ちてしまう。耐えてくれ。こっち、さらてが敵を押し返しておるぞ。どうしよう。さあ、あと頼んだ。私の知略が破れようとは。劉備殿の軍に救われるとは、ありがたいことじゃ。砦から出てこないなんて意地っ張りな子だね。私が言って聞かせてあげるよ。私にできることを。世話焼きの奥方がしびれを切らしたか。あの人も悪気はないんでしょうけどね。よくやったぞ竜禅。見立て通りの活躍だ。敵の敵、みんな行こう。味方か。おお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 かな。
ようとか意味わかんねえけど怖え。ギエンドのを救い出せてよかった。ハイドラ、この強迫薬が切り開く。このまま逃げるつもりか。流れは変えさせん。我らの目的は果たした。コチュとギエンを連れ撤退するべき。火は満ち、猿の角、拝みに行こう。王コースが打ち取った。なんと、あれは信長様か。相手が誰じゃろうと卑怯せんが、まずいの。秀吉様、落ち着いてください。私で良いのか。いざとなれば。いざ。これはさっさと二将を捕らえて終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが。よろしく頼む。はい、任せとも。あの力を使わにゃならんかね。さあ、ウヌが死に、信長が見極めてくれよう。落ちてった。サル世に逆らうか。秀吉様に手出しはさせん。ヒデオ様、今のうちに撤退を。すまんな、水なり、よすぐ。化けたのは猿の子が。私が行こう。面白い話でもなかろう。敵は信長殿が食い止めてくれよう。追いつかれぬうちに引くのだ。秀吉っつったか。あいつなんか目立っててずるいな。見た目は確かにそうですが、こちらは先行で注目を集めるとしましょう。リュービル、来てくれた。私でよい。ギエン、またお前に会えて嬉しいぞ。いざ。これも流れだ。これはどうだろうか。秀吉様のご苦労も知らずしゃしゃり出られては困ります。私が行こう。その力、信長をも知る。見せてみよ。
絆を見せるぞ。よし、この手頼まわない。お前のような大気はなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。私で用が足りた。マミエルは誉れ。私が行こう。来い。知略試させてもらおうか。やばなり鋭いよ。お話は小娘にしては筋がいいわ。あなたこそ確信の弓さばき、お見事ですが、小娘とも失礼です。でしょう、すまんな。天使となら良い戦ができそうじゃ。ああ、よくやってくれた。固い絆を見せるぞ。俺は負けだ。バカな、私が負けただと。私で良いのか。私が行こう。死に任せ。お前はここで倒す。幼少と侮る残り、いいぞ。なんという強さ。ここは引く。恥をさらすとは。策の練り直しだ。うぬが武、見事ぞ。人間二人を捕らえるのに何を手こずっている。退路を塞がれたか。あやつとの戦いは避けられんな。全力で行くぞ。マッサー連勝客。選ばれたのは秀吉ではなく三成だったか。しかし力を持ちながら敗れるとは不甲斐ない。うん、女神の登場だな。関東殿、彼女を倒せば大いに目立てましょう。いや、それはそうかもしれんが、さすがに相手が悪い気がするぞ。見事に負けちまうとはな。
たい。ベルセウス殿は無事か。何をよお前ごと。奴はお前たちがかくまっていたであろう。いや、先日ダッキに連れ去られたが。よろしく頼む。彼女とお前たちは仲間ではないのか。引くことになるとは。やれやれ助かった。じゃが聞きたいことが山ほどあるわい。仲間会えた、嬉しい。なるほど、この年になってまか不思議なことに巻き込まれたもんじゃわい。救われた恩を返すためにも、元の世界に戻るためにも、今日白薬治癒をもってお役に立ちましょう。我劉備のため頑張る。ああ、どうかよろしく頼む。それにしても妙ですね。アテナはダッキとは関係がないようでした。我らは一体誰と戦っている。想像以上にややこしい世界だ。殿も楽しそうな格好の割には随分頭を悩ませてるみたいですよ。好感謝、若い者には遅れを取らんぞ。我戦う敵倒す。今日白薬大使をなすまで突き進む。ゼウスは神々の王、秀吉様は人の王として世を支配する。あのアレスとやらの言葉、本当に信じていらっしゃるのですか。そうじゃな。ま、今一つだけ言えることがあるとすれば、三成、お前はお前の思う通りにせ。秀吉様。戦界と人間どもの抵抗は予想以上に激しい。貴様と秀吉にはもっと力を尽くしてもらわねば。一つ忠告しておく、うん、人をザレ言で操ったつもりかもしれぬが、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされよう。真の王の言うことだ。ありがたく聞いておこう。なぜ真意を話してくださらぬのか。誰だ。貴様。報告、ダッキを発見しました。アテナの軍と争っている模様です。ダッキとアテナが。やっぱりお二人は手を結んでるわけじゃなかったんですね。ペルセウスさんをめぐって争ってるんでしょうか。可能性は高いと思います。ダッキとアテナの手から必ずペルセウス殿を救い出さねば。
ったら腕輪を持っている人はみんな行った方が良さそうですね。その戦場、地獄とつなげようぞ。